どうも。 阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが10月10日の火曜日なんですけれども、今回の動画はフェニックスリーグの超最新情報、そして岡田節も炸裂、ノイジー選手が CS やる気満々という件についてです。さあ今日からタイガースはフェニックスリーグが始まりました。本来は昨日からだったんですが、今日が初戦でその中で見事解消、投打もにいい内容ありました。でその中で行われた甲子園練習、投、ま、打、あ、もに個人 的に気に気なる部分あったとというこでは、早速お話をしていきますが、今回ご紹介していくのは、CS に向けての最新情報についてです。さあ、今日からタイガース、フェニックスリーグ始まりました。まあ、本来は昨日がフェニックス初戦だったんですが、残念ながら、雨天中止で流れた本日10日から、タイガースは CS に向けてフェニックスリーグが始まった。で、その中で今日はスワローズと戦ったんですが、まず結果からお話をしていくと、8対1。まあ だともにいい内容たたくさんありましたで、まず、打線から見ていきままますがが得点つながりましたねで、ま、ず目を引かれる数字といえば、やはり3本のホームラン、井上選手、渡辺選手、そして森下選手、それぞれの一発ですね。で、特に森下選手ですよ。森下選手に関しては皆さんご存知の通り、まあ、優勝決まってから特にバッティング苦しみましたよね。で、岡田監督も特貫工事が必要やと、まあ、このように話をしていましたが、まあ、そこから森下選手、まあ、シーズン3試合連続安打でフィニッシュしたんですよね。で特に その期間の森下選手のバッティング見てるとボール球を見送りながら甘くきたボール、まあ、ストライクをしっかり振っていく、まあ、これが結局バッター一番難しいんですけれどもこういった形を徐々に取り戻しつつあったでその中で今日のフェニックスリーグ1打席目にセンター前ヒットを打って2打席目3打席目しっかりフォアボール選んで4打席目にスリーランしかも森下選手らしい逆方向への一発ということで、まあ、岡田監督も以前から特訓工事終了を明言していましたけれども、まあ、CS に向けてまた森下選手の状態上がってきました チャージにそれぞれ結果が出た。もうこれ大きいんじゃないかなと思うんですね。まあ、岡田監督は坂本選手のフェニックス。派遣に関してはまあ、考えてないと、まあ、そういうコメントを出していたんで、まあ、それ以外の選手たちがマスクをかぶるで、そういった中で今日スタメン。マスクは長坂選手でしたが、その長坂選手がマルチアンダで、その後マスクをかぶった。栄田選手もヒットで、今日のゲームは特別ルールということで、まあ、10回裏までね。行われる中で、中川選手も打席に立って、そこもセンター前ヒットということで、マスクをかぶったのは2人だけですが、3。選手にそれぞれヒットが出たこれ。 金じゃないかなと。まあ、やっぱりクライマックスシリーズ坂本選手がメインになるのは間違いないと思いますが、もしかしたらどこかのタイミングで控えキャッチャーがマスクを被る、まあ、そういう展開もあるかもしれないんで、バッティング面で結果が出てる。まあ、これは一つ大きい要素かなと。このように打線に関しては11安打8得点見事繋がりましたけれども、ピッチャー陣初戦からさすがですねで。まず先発の村上投手ですよ。村上投手は本来ね昨日が先発予定だったんですが、いわゆるスライド当番でその中で村上投手は予定の5回を投げ切り無失点。もうさすがの一言ですね。 まあちなみに今シーズンの村上投手、先発21試合で初回の失点はゼロ。ちなみに最近10年間の規定投球回到達ピッチャーで、これ唯一ということで、まあ確かに思い返すと村上投手が初回から崩れたっていうこと一切なかったですもんね。まあ、ほんとさすがの内容ですが、村上投手はこのことについて、初回からバタバタしてたら、野手陣もリズムが来る。流れを持ってくるために、しっかり投げようと毎回マウンドに上がっていた。スライド投板も何の問題もなくいけると思う。変わることなくいつも投げられたらと、まあこのように試合前コメントを出していて、まあ今日のゲームも初回、 無失点で立ち上がり、結果5回ゼロですから、岡田監督も cs ローテに関しては逆算してくれたらいいと。とまあ。こういうコメントを出していて、フェニックス初戦村上投手が当番でしっかり結果が残ったわけですから、まあ、ここはタイガースファンとしてももうほんと問題なくね cs の初戦村上投手に任すことができるんじゃないでしょうか。で、その後からもう注目の中継ぎ争いですよ。岡田監督も絞っていかなあかんとまあ、こういうコメントを出していた中で、今日唯一失点があったのが鍛冶屋投手です。まあ、やっぱりちょっと鍛冶屋投手の状態は気になります。かね。ま鍛冶屋投手も本当シーズン。 中盤から中盤にかけまさにフル回転絶対欠かせない存在として一インニング、まあ、なんなら引けしねいろんな役割こなしてくれていましたが、まあ、シーズン後半になってくるとちょっと疲れが溜まってきたかなとレギュラーシーズン最後の当番でも失点がありそこからフェニックスどうかというところ今日唯一失点があったのがカジア投手内容を見ても一インニング三十一球飛安打三本の中にフォアボールデッドボールが一つずつ、まあ、これよく一点にまとめられたなっていうところなんですけれどもでそういった中で他の中継ぎ人飛安打ゼロそして与えた四失球もゼロという結果でしたから。 まあ今日のゲームで言うと岩沢投手も実戦復帰でその中で三者凡退今のところ最新情報では岩崎投手と島本投手以外はフェニックスリーグで2試合投げるまあそういう情報もありますんでまだ梶谷投手も巻き返すチャンス残されていると思いますからねまあこれから一体どういう枠争い始まっていくかこの点も注目したい部分ですということでここまで今日行われたフェニックスリーグ初戦、まあ、内容についてご紹介してきましたがそのフェニックスリーグも注目なんですが甲子園練習ここもいろんな注目ポイントあるわけですねでそういった中で今日10日シートバッティングに登板

中で今日の登板、まず結果からご紹介していくと、バッター7人に対して投げた球数が45球、アンダ制のヒットは1本でしたけれども、コントロールに苦しんだ、そういう内容だったんですね。近本選手にヒットを打たれ、まあ、中野選手はレフトフライ、で大山選手は見逃し三振でしたが、その後佐藤選手に対しフォアボール、でカウントリセット続けて結果はライトフライ。で、その後ノイジー選手センターフライ、で坂本選手に対してフォアボール、カウントリセットして続けて、またまた坂本選手フォアボール、で、最後は木浪選手セカンドゴロ。以上こういう結果に なりましして今日の岩佐藤氏は球数45球という形になりました、まあ、ですので、ざっくりこの内容をまとめると、コントロールに苦しんでしまったかなっていうところですね。まあ、やっぱりフォアボールがね、結果的に3つ出てるという形になりますし、あとはもうこれ個人的なな総括になりますが、まあ、今シーズンの岩佐投手、まあ、特に5月中盤にまたね、1軍に上がってきた時、なかなか思うように空振りが取れてなかったですよね。やっぱりもう岩佐投手がいい時って、バンと上から叩きつけるようなストレートで、そこから落とすフォークボール、面白いように空振り取れていたんですが、まあ、今シーズン、なかなかストレート で、それはある程度データにも出ていて、昨シーズンの岩佐投手、ストレートの被打率は1割並ぶ7分7にその中で空振りの率も12%前後ありました。ただ今シーズンはストレートの被打率2割7分3輪、まあ、空振り率も7%台ということで、岩佐投手の決め球でもあるフォーク、まあ、これのね、空振り率はほとんど変わってないんですが、やはりストレートが軸になっての変化球ですから、まあ、今シーズンはなかなか思うようにストレートで空振りを取れなかった、まあ、そういうデータが残ってると。となってくるとそれを言い換えた場合、なかなか一発でした。 止めきれれないファールで粘られてしまうそししてて数が増えてしまうその中で今日のシート内容、おそらく岡田監督のコメントもね、いずれ出てくるとは思いますが、まあ、今後一体どういう判断下していくか、ここはファンとしても注目したい部分です。さあ、ということで最後になります。フェニックスリーグはもちろん、個人的に甲子園に今のところ残って練習重ねてる選手、まあ、そういった選手たちの状態も気になる中で、野手ならやはりノイジー選手ですね。まあ、今日のノイジー選手はシートバッティングで開運なかったんですが、昨日のシートバッティング、まあ、岡田監督がそれぞれ絶賛した、紋別投手、 茨城投手からヒットを打ったた唯一のマルチアンダがノイジー選手でしたでし特に茨城投手から打った左中間破るツーベース、も、ま、う、あ、これね、僕も映像を見ましたけれども、変化球にうまーく対応してましたよ。で、そういった中で岡田監督は、ノイジー選手の状態について問われた際、張り切っとんね、なんでやろ、ほんまにと、まあ、このようにちょっと岡田節も混じりながら、今のノイジー選手に対し言及。で、ノイジー選手は今後の戦いに向けて、チームの成績、シーズンの成績関係なく、1試合1試合、自分の持ってるものを全力で注ぎ込みたいと、このようにコメント。 リーグ時代まあ、2019年アスレチックスでね。ワイルドカードで内野手登録がありました。ですが、出番がなく、まあ、このポストシーズン悔しい経験もあるんですね。だからこそ、この短期決戦に挑む思いまあ、絶対活躍してやるんだ。そういう思いはあると思います。で、これ一つ貴重データというかね。まあ、今後の戦いに向けての情報になりますが、カープとベイスターズ、これ結構セリーグのね。成績比較していった際、ノイジー選手数字残ってるんですよ。まずカープ戦に関しては打率は2割6分4厘ですが、その中でホームラン4本14打点ホームランと打点はそれぞれのカード。 で、一方ベイスターーズ戦に関しててはは打打率率割割部カード別の成績を見てもトップでで得点権打率は3割7分ありますでそんな得意としているベイスターズの中でもバウアー投手、まあ、もしかしたら CS でのね、復帰もあるんじゃないか、そういう情報も出てはいますが、そのバウアー投手に対しては、打率4割4分4輪まあ、ものすごい勝負強さを発揮してます。まあ、先ほどご紹介した岡田監督の、張り切っとんね、なんでやろというコメント、まあ、これはね、間違いなくいろんな意味があるとは思いますが、来シーズンの契約、そこも含まれているでしょう。 今までプレイした中でもタイガースファンは一番だと思ってる。チームとして勝ってるから強いと。ノイジー選手自身、この阪神タイガース、そして我々タイガースファンへの愛着というのもあります。そういったナイスガイという部分伝わるからこそ、シェルドン・ノイジーの力を発揮してほし、まカープ・ベイスターズ、まそれぞれノイジー選手の中でいい数字残ってますし、パリーグ首位、日本シリーズに上がってくる可能性が高いバファローズに対しても、ノイジー選手3割打ってますからね。まそれぞれいいデータ残ってるんじゃないかなということで、これから一体どういう調整見せてくれるか、引き続き注目していきたいなと思います。はい、ということ で今回の動画では今日から始まったフェニックスリーグそして引き続き甲子園練習の最新情報についてご紹介されていただきました、まあ、今後は甲子園練習している選手でも宮崎に行って数試合出る、まあ、そういう流れも待ってますからね引き続きどういう調整進んでいくか注目していきましょう皆さんは CS に向けての最新情報をどのように考えますでしょうか よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者48,600人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者4 9,000人ということで、今後とも阪神情報局、何とよろしくお願いいたします。 でまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トロホーありがとうございました。まだまだフェニックスリーグ続いていきます。若手選手の活躍というのも引き続き注目していきましょう。でまた。